王座奪還へ。2022年藤本博史新監督のもとスタートした福岡ソフトバンクホークスは開幕6連勝で幸先のいいスタートから好調を維持し、西武、オリックスらと常に首位争いを繰り広げました。そして9月末の時点ではマジック1と優勝を目前にしながら直前での連敗、そして最終戦もロッテ相手にまさかの逆転負けを喫し、つかみかけていた優勝の2文字が手からこぼれ落ち、オリックスに優勝をかっさらわれてしまいました。シーズンを勝ちきれなかった要因の一つとして制球力の低さがよく挙げられるホークス投手陣。23年のホークス投手陣大丈夫？ということで今回は2023年の福岡ソフトバンクホークスの投手陣の戦力を徹底分析していきたいと思います。22年の戦績振り返り、まずは簡単に2022年のソフトバンクのチーム戦績をおさらいしておきましょう。8年ぶりの B クラスに沈んだ2021年から一転するため、藤本新監督のもとコーチ陣も配置転換されるなど完全な新チームが発足した形でスタート。そんな新チームは開幕6連勝から5月には東都の不沈艦東浜直選手が球団史上3人目となるノーヒットノーランも達成するなど、投手陣も好調を維持し、以降も常に首位争いを繰り広げていました。そして連敗中のマジック1で迎えた最終戦、勝てば文句なしの優勝という中、ロッテ相手に2対0と6回裏までリードしていた中、ロッテ山口浩輝選手にまさかの逆転スリーランを許すと、続く7回にも2点を奪われ、結局3対5の逆転負けで優勝を逃すことになりました。クライマックスシリーズでもオリックスの勢いに飲み込まれて1勝4敗と惨敗。来シーズンに向けては大型補強を繰り返すなど、王座奪還へと本腰が入っていることはファンの目からも明らかです。そしてここからは2023年ソフトバンクの投手陣に焦点を当てて、昨シーズンの成績から見る期待と課題について考察していきます。成績データから見るソフトバンク投手陣、まず22年のホークス投手陣全体の成績。先発防御率 3.28、 クオリティスタート率 42%、 救援防御率 2.72、 ホールド124、総失点471、総四死球474、争奪三振1176という成績でした。心配が尽きない先発陣、まずは先発陣から見ていきましょう。22年はエースの千賀滉大選手が11勝を挙げて7年連続2桁勝利を記録、また東山選手もノーヒットノーランを含めて2桁の10勝を挙げました。しかし先発で2桁勝利に届いたのはこの2人のみで、シーズン前に千賀選手と並ぶ先発の柱と位置づけられていた石川修太選手が7勝10敗と負け越しになるなど、先発投手陣は思ったほどは振るわなかったと言えるのかもしれません。実際先発防御率 3.28 はリーグ4位、クオリティスタート率 42% はリーグ最下位となっており、数字を見ても先発陣には課題があったことがわかります。そこにエース千賀選手のメッツ移籍で先発の柱が抜けてしまったことは大きな痛手でしょう。また昨年23試合に登板し防御率 3.96 という成績を残したコリン・レイ選手も退団してしまいました。ホークスのチーム内で22年100イニング以上投げている投手は千賀、東浜、石川、大関、レイの5人だけでしたが、そのうちの2人が抜けてしまったということで、先発陣に関しては選手一人一人の力量もそうですが、単純に人数という意味でも補充が必要な状態でした。そこにドラフトで即戦力投手の大津亮介選手と松本春選手、補強で阪神からガンケル選手、アメリカから有原航平選手を獲得、さらには昨年リリーフで飛躍を遂げた藤井康也選手を先発に配置転換するなど、なんとか千賀選手の穴を埋めるために動きまくったオフシーズンでした。そんな先発陣について2023年の先発ローテーション予想をしてみました。1、大関智久、23試合 101.1 回、7勝6敗、 2.93。 2、東浜直、23試合 136.1 回、10勝6敗、 3.11。 3、石川修太、23試合 136.1 回、7勝10敗、 3.37。 4、藤井康也、55試合56.1 回、5勝1敗、 1.12。 5、坂東優吾、25試合 62.1 回、3勝3敗、 3.18。 6、有原康平、日本復帰1年目。他の先発候補にはガンケル、和田剛、武田翔太、森唯斗、高橋玲、笠谷俊介、松本春投手などが挙げられるかと思います。開幕投手については実績のある東浜、石川、
この2人のどちらかが有力と見られていた中、藤本監督からその大役に抜擢されたのは左のエースとして期待されている大関智久選手でした。大関選手は19年育成ドラフト2位で入団。22年シーズンはまだ24歳とは思えぬ老快なピッチングとイケメンボイスで、前半戦を終えた時点で6勝5敗、防御率 2.70、 うち2つの白星は完封勝利で飾るなど、まさに圧巻の投球を披露していました。ちなみに2完封は両リーグ通じてトップタイの成績です。かつてソフトバンクの黄金時代のエースの一人として活躍。プライベートではジョージ・マッケンジー張りの釣り師としても知られる摂津忠氏は、大関選手について、大関投手は球数が増えても球威が落ちませんし、完投能力が高いと、投手としての完成度について高く評価しています。オールスター明けに左精巣がんの手術をし、復帰は未定と思われていた中で、9月25日には早々に復帰登板を飾るなど、とにかく規格外な要素が多い大関投手。まだ球界全体としてはそこまで絶大な認知度はないかもしれませんが、23年、多くのプロ野球ファンが大関智久の名を知ることになるでしょう。そして2番手3番手には東山選手および石川選手を予想しました。千賀選手が抜けた今、最もチームを支えなくてはならない2人なのは間違いないでしょう。東山選手は22年が5年ぶりとなる2桁勝利、石川選手は21年22年と連続で負け越しを記録するなど、抜群の安定感とまでは言い切れないのもまた事実。石川選手に関しては22年リーグワーストとなる57四球を記録するなど、ホークス四球祭りの筆頭として躍動してしまっただけに、23年は序盤の成績次第ではローテーションから漏れる可能性もあるかもしれません。また昨年55試合に登板し、防御率 1.12 と圧巻の活躍を見せた藤井康也選手は、中継ぎから先発への転向が発表されています。最速156キロのストレートも破壊力抜群ですが、なんといってもフォースラと呼ばれる異次元の落差を誇るフォークが最大の武器。摂津氏は藤井選手について、リリーフから先発への転向でどれくらいできるか分かりませんが、ある程度は勝てるでしょうとしながらも、不安は変化球です。キャンプではカーブに取り組んでいましたが、習得まではしばらくかかりそうです。長いイニングを投げなければいけない先発ピッチャーとして緩急を取り入れようとしているんでしょうね。と、やはり中継ぎと先発とでは求められるものも変わってくることを、同じく中継ぎから先発に転向した自身の経験からもよく分かった上での分析がありました。実際藤井選手は高知ファイティングドッグス時代に先発を務めていて、むしろ適性は先発向きなのではといった声までありますから、期待は大いにできますよね。そしてそんな摂津氏が今年注目しているというのが、プロ5年目の右腕、空前絶後の男前、坂東悠吾選手です。坂東選手について摂津氏は、昨シーズンはあまり勝てませんでしたが、オリックスの山本由伸投手と何回か当たっているんですよね。その影響でなかなか勝ちはつきませんでしたが、結構いいピッチングをしていました。シーズンを通して何かを掴んだというか、先発で十分にやっていけるようなものが見えていましたし、正直今シーズンは2桁勝てるんじゃないかと思っています。キャンプで見た時も、昨シーズンに比べて体が大きくなっていましたと、昨シーズンからの成長の兆しが見えていたと語ります。藤井選手と坂東選手はオフにチームのレジェンドである和田毅選手の自主トレに志願して参加するなど、将来のエースになるという自覚も伺えますし、こちらもぜひ期待したいです。また新戦力としては、元メジャーリーガー有原康平選手と阪神のジョー・ガンケル選手も加入しました。昨シーズンのガンケル投手は5勝5敗という成績ですが、防御率は 2.73 と阪神でプレーした3年間で一番安定していました。そして有原選手は21年に右肩の手術をして、昨シーズンはマイナーとメジャーを行き来しており、肩がどれくらいの状態なのかを含めて未知数なところもありますが、日本では最多勝を獲得するなど実績があるピッチャーなので期待したいところですよね。またルーキーの大津亮介選手と松本春選手も紅白戦などでいいピッチングを見せており、制球難が多めのホークス投手陣では軽有な存在となる技巧派タイプなので、どこまでやれるか楽しみなところです。このように先発は千賀選手の穴埋めという意味では、あと一つ二つ成長してくれれば大丈夫そうな粒揃いな面々はいますが、逆に言うとそれぞれが昨年と同等かそれ以上の成績を残すなど、飛び抜けた活躍をしてくれないとなかなか厳しいところがありそうです。今年から投手コーチを務める斉藤和美氏のような絶対的エースが誕生してほしいですね。もはやチート、盤石の中継ぎ陣。一方で中継ぎ陣はというと、22年の救援防御率 2.72、
ホールド124はいずれもリーグ2位と健闘しており、昨シーズンは中継ぎ陣の活躍がチームを支えた部分は大きそうです。そんな中継ぎ陣の23年メンバー予想は以下の通り。こちらの目玉は何といっても新守護神として獲得されたオスナ選手でしょう。22年はシーズン途中にロッテに加入すると29試合4勝1敗10セーブ13ホールド32三振防御率 0.91 という圧巻の成績を残しています。先日 DeNA が20年のサイヤング賞投手であるトレバー・バウアー選手を獲得し話題になりましたが、やはりメジャーでタイトルを獲得するような超一線級の選手はちょっとレベルが違うのかなと感じさせられますよね。オスナ選手を抑えで起用することで、これまたチート級の化け物であるモイネル選手をセットアッパーのポジションで起用することが可能になりました。加えて22年7回の男に定着した松本裕樹選手、前半戦のリリーフ陣を支えた又吉克樹選手が同じくセットアップ的な役割を任せられそうです。冷静に考えてこの4人がいるだけで先発は5回まで投げられれば OK なわけですから、ちょっとおかしいレベルですよね。さらにさらに、22年自己最多となる51試合に登板した津森勇樹選手や、22年56試合で防御率 0.99 の加山真也選手も大きな戦力としてリリーフ陣を支えていますし、涙の数だけ強くなる予定の泉選手やチーム最強のコミュ力を持つ剛腕海野博士選手らも控えています。個人的には紅白戦などでも結果を出しているルーキーの大津選手と松本春選手の2人が中継ぎ陣に食い込んでいく気がしていますので、今からとても楽しみです。接戦投手の選択肢は大変豊富ですし、ソフトバンクはこれまでも育成からの投手供給はもはやお家芸となっていますし、先発候補も多いので多少の怪我人が出ても代役候補はいそうです。先発ローテーションに入れなかった選手が救援に回るということもあるでしょうし、藤井投手のように救援で結果を残してから先発転向も多いチームなので、いろいろなパターン選択肢が考えられそうです。マジであとはフォアボールだけ。課題についても触れておきましょう。千賀選手の穴を埋める先発投手陣の成長など細かいことを言えばたくさんあるかもしれませんが、チーム全体の課題はやはり何といっても12球団ワーストを記録してしまったフォアボールでしょう。昨年のソフトバンクの吉球は474、優勝したオリックスの375と比べ99も多く、そのうち走者なしから与えた四球が266もあった上に、優勝争いの最中の試合でも吉球から失点した事例が複数あるなど、四死球の多さが優勝を逃す原因の一つとなっていました。また被安打は12球団最少、次に少ない西武より42少ない1028にもかかわらず、被本塁打数はパ・リーグで3番目、最少の西武より34も多く、最多の楽天と8差、2番目に多いロッテとわずか1差の115だったこともありました。この吉球を減らし、また非本塁打というのも失投を運ばれているケースがあるでしょうから、やはりチーム全体で取り組むポイントとしては制球力と言えるのではないでしょうか。とはいえ課題があるのはどこのチームも同じ。野手には日本代表としても大活躍している近藤健介選手など、史上空前の大型補強を敢行するなど王座奪還へと余念のないソフトバンクですから、来シーズンも優勝候補の一角と言っていいでしょう。3連覇を狙うオリックスを阻止するべく、眠れる鷹が目を覚ます時は近いかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は2023年シーズンのソフトバンク投手陣について先発・中継ぎの両面から深掘り考察してきました。あなたは誰がキーマンになってくると思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。